お使いもだいぶ変わったな。そうか、やっぱり、うん、戦前は焼け野原でさそんな前から知らねえよ。そんな前俺のやつに来たことな。もう早く終わらせて食おうじゃん。終わったな、名門。わあ。VTR だそうですね。VTR すごいすごい、今日だ、練習生が頑張ってますね。プロの方かもしれないですけど、うん、プロ結構だってプロの方昼間やってんじゃん。そうですね、うん、一般の方はねやっぱ仕事とか学校やってくるけど、うん、はいはいはい、うん、すごいね、すごい、名門稼働尊敬するよな、名門稼働ボクシングジム。年齢制限ねえのないと思いますよ、うん、プロにはなれないですけど、なんとかどうにかごまかして、まあ、この間の見たのか、あの、はい、あ、村田選手は見ました、見ました。どうだった？いや、感動的な試合でな、はい、面白かったよな。すごかったですね。危なかった、俺一回寝ちゃいそうになってさ。はいはい、もう、いや俺あの1分のインターバルで寝る男だからな。ちゃんとボクサーより休憩取れるっていう。いや本当だよな。だってあれ30秒でもボクサーも寝た方がいいだろう。本当だったな。そうね、俺だったら、まあ、こんなってやってさ、ガーンってなって。心配されます。心配されます。あの1分で寝る猛者が出てきたらすごいな。やばいっすね。俺は北口の方に、あ、ホテルとかね、風俗店とか、うんうん、あちらはね、金太郎とか、金太郎がいる、はいはい、よく行ってる。俺一回この辺さ、はい、あ、もちろんピンサロンに来たんだけど、歩いてたらさ、はい、サラミって竹井に会っちゃって、はいはい、あちらなんか仕事で来てて、はいはい、で、どう考えてもあっちも俺がピンサロンに来てると思ってるだろうね。大塚なんてほとんど用ないですね。こちら何やってんですかとか言って絶対分かってるくせにもうちょっと笑いこらえちゃってる。でさ、だいたい俺らさ、はい、あの嘘の言い訳って打ち合わせじゃん、はいはいはい、うん、あ、ちょ、打ち合わせだよ、うん、ごめんな、ちょっと急いでんだ。絶対気づいてるよね。気づいてますね。恥ずかしいや、あれあいにくどころじゃないよ、この雨。そうですね。お前マジで次は勇気を持って中心しましょうって言え。そうですね、うん、ほんで、はい、まあ、一応その形が大事だから、はい、俺が今日は寄せべっていうのは簡単だけど、はい、それはお前から言ってくんないと、はい、ほんで俺がさ、いやお前でもさ、これはちゃんと決めた日にやって、はい、ね、そのなんかそのちょっと遅れるとか、はい、でも日にちがないけどさ、次にアップまで、はいはい、遅れるとかよくないから、はい、お前雨だからって中止にするのはよくないぞお前。でもあれか、お前もな、そっか、大変だよな雨だとな。うん、分かった、じゃあ今日予想。もうこのね、めんどくさいだろうけどこういう段取りが必要なんだよ。分かったか。はいはい、言えるか次。ちょっと、はい、頑張りたいと思います。お前これからも梅雨なんか入ったらどうすんだよお前。そうですね、しばらく休むからな。そうですね。もう、うん、ズームとかでやっちゃうかもしれない。ズームでいいよお前、ズームでなんか後ろになんかさ、はい、景色流してよ。ほんでいいだろ。はいはい、いやちょっとね、俺自分でもね、まあ分かってたけど、はい、多少びっくりしたんだよね。はいはい、真面目だな俺。そうですね、このやっぱり4散歩にかける気持ちと言いますか。そりゃそうですよ。嬉しいですよこれは。おお。まあ今日もちょっと。まあだ、うん、はい、まあちょっとだからお前がなんか言ったそうだけど、とにかく、はい、あの勇気ある撤退をしろよ。あ、はい、うん。そうですね。頼むぞ。次はもう完全にもう、うん。まあ歩くばかりか散歩じゃねえぞ。そうですね、うん。中止するのも散歩ですね。中止するのも散歩。頼むよお前。中止の一言、はい、ね。はい、
LINE なんとかメールとか便利なもんあんだからさ、はいはい、うん、頼むぞ。そうですね、ほんでなんだよ。いや、まあ内陸の雨ですけど、うん、心が晴れるようなコメントをいただいてますんで。おお、出た、はい、じゃ あ, の大塚の電車沿いのバラのトゲのように突き刺さるような心にコメントがいろいろ。お前やっぱこういうのよ、詰め込みすぎるとあんまよくねえよな。考えたら終わりみたいなとこあるからな、こういうのってな。うん、まあいいわ、はい、いやコメントね、いつもみんなありがとうね。ありがとうございます。一応あの、上野の最終回と上野ね、あと四ツ谷の方を、ね、ああ分かりました。まず、鳥ら族さんがですね、鳥ら族な、はい、中田商店の B 品の革ジャンセールが懐かしい、うん、ああ中田商店ね、はい、アビレックスとかユンボさん似合いそうですね。アビレックスね、はい、アビレックスは革ジャンは持ってねえな、なんかあれで持ってた M65 って。ああはいはいはい、あいつミリタリーえ、ミリタリーのやつですよね。うん、戦争反対だけどね。いや本当にもう戦争が生み出したらなんかファッションしかねえからな。ああ、うん、はあ、本当そうですよ。モッツコートなりピーコートなりは、あ、戦争が生み出したのはファッションしかない。ファッションしかないな。ファッションは抜群だけどな、はいはい、お前だって今日そうじゃねえか。そうですね、今日はそうっすね。お、はい、ファッションは抜群だよ、はい、お、その名言つながりで、あ、それでもね、その中田商店ね、はい、まあ、この間ほら俺たちアメ横信じられないぐらいの速さで通り過ぎたからな。そうですね、あれは一応ギネスらしいです。ギネス出して長いそうだよね、昔からあるミニタリーの、まあ、昔は放出門とかがすごいそこに引っ張ってね、軍放出門みたいなのあるじゃん、はいはい、レッドストックみたいなやつ。そう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 、いろいろですね。ありがとうございます。ありがとうございます。 今その名言がちょっと出ましたけど、うん、まあ、ちょっと多分安藤さんの名言を集めておけよっていう話の流れがあって、視聴者の方もこれは名言だっていうのを多分書いてくれてるんですよね。何ですか？これ、コンポコポコポコさん、はい、膝は足のキャプテンは名言やろっていう。まあな、はい、うん、しかもそれがいいのが俺がちゃんと体感してるからな。はいはいはい、はい、うん、ただ背がでかいとか誕生日が早いでキャプテンになってねえからな、はい、あ、膝がぶっ壊れた時の、だから結局こいつがいるから大丈夫じゃなくて、こいつがいないからダメ、これがキャプテンじゃないですか。はあ、また戻っちゃうよ。家元になっちゃうよ。うん、じゃないですか。うん、いるから、こいつがいるから、こいつがいるからこのチームはじゃなくて、こいつがいないとこのチームはですよ。それこそキャプテンってことですね。そう、その時に頭に浮かんだあれは具体的にの人間人物、これはキャプテンにふさわしい。はあ、うん、キャプテン論もね語っていただきまして、いやいや、それはそうですよ。ありがとうございます、うん、お前なんでまた興味ねえな。いや、あります、あります。あ、違う、お前ここに3回、はい、はあがないけど、変えた、変えてきた、興味ない場合。いや、そんなことないですよ。ありがとうございます、変えてきた。全部興味あります。あ、本当、はい、あ、ならいいんだけど。ハルスケザッコさん、うん、フェンス握りながら革ジャンの思い出を話すユンボはマジで渋い。あれね、はい、ああ、上野の革ジャンの、はい、アメ横でね、はいはい、あれアメ横こうやってやってるやつか。そうです、そうです。あれアメ横に見えるけど、あれはフッサだからね、あそこだけ。あそこだけフッサだ。なんかもうアメリカだったから、はいはい、もう基地があるとこさんです。基地がある、あっちの方も行きたいけど、なんもねえからな、基地しか。そうですね、サソリ姫さん。サソリ姫さん、はい、ユンボさん、いつもおしゃれ。明日、野方に行きます、楽しみ。野方に金時せんべいといういいお店があります。ユン散歩のために明日下見はいかがですかっていうのがあるんですけど、これ多分、偽物小屋っていうライブがあるじゃないですか。復活偽物小屋っていう、うん、シャバちゃんがシャバさん、お前も出てるか、はい、日賀もよさん、多分その最終回が野方区民ホールでありまして、うん、その多分前日に書き込んでいただいてると思うんですけど、うん、それであのこの方、その金時せんべいっていういいお店がありますってコメント入ってるんですけど、うん、その野方区民ホールに持ってきてくださって、うん、差し入れをいただきました。で、俺も出ると思ったのかな、かもしれないですね、うん、
これどうだった、うまかった。いや、まあ、その、ユンボさん多分まだ撮ってるんですよ。俺、歌舞伎揚げの方がいいな。その、金時せんべいさん食ってないけど、はい、歌舞伎揚げがいいな。あ、ちょっと今度、またそれ持ってきます、ね。持ってきてねえのお前、今日。ちょっとお前、ここで食べてどうもありがとうだろ、お前。あ、そうっすよね。お前、ほんと、なんだろ、お前。あ、すみません、だ。あ、買ってきてくれたんだ。そうなんですよ。あ、嬉しいね。はい。ありがとうございます。いや、ありがたいです、本当に。じゃあ、あと、いただきますんで。はい、はい。はい、ありがとうございます。はい、柏太郎さん、うん、はい、多分これコメントを多分読んだ回だと思うんですけど、柏太郎さんの、はい、はい、柏太郎です。読んでいただきありがとうございます。うん、浅草キッドの映画は見ましたか。うん、やはりたけしさん役はユンボさんの方がしっくりくると私は思いました。あ、いいね。パート2がありましたらたけしさん役ユンボさんお願いします。お願いしますって、俺お願いしますって分かったって出たらいいよな。まあな、はい、まあそれはやりたいに決まってる。それはもう難しいだろう。難しいっていうかね、はいはいはい、こうやっていいのかがあるからな、そういうのってな、はい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 、うん、あと俺あの両津勘吉やりたかったんだよね。あ、うん、もう高校生ぐらいの頃から、はいはいはい、うん、あ、でもいいかもしれないですね。両さんやりたかったでさ、はい、ああ、どうなんだろうな。まだ話来てないですか。まあ、来ないね。来てたのかな。ちょっと俺事務所で止まってるかもしれない。止まってんくのかな。両津勘吉やりたかったね。ああ、でもなんか似合いそうですね。ああ、ちょっといろんな苦難をごまかしたりとかトンチで解決する感じが。あ、そっち、そっち両津。パワー両津じゃないって。はい、両津両方行くからな。あ、そうですね。パワー両津とトンチ両津があるじゃん。そうですね。うん、トンチル、トンチル部門だよ。トンチ部門で多分、うん、あのこっち壁トンチ編とかあれやな。はい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 。あれこっち、まあ涼さんとかね、あとやりたかったのね。あ、俺あのね、これマジな話だよ。はい。まあ、男はつらいも大好きなんだけど。はい。厚美さんがお亡くなりになって。はい。次の次ぐらいの時に、はい、の日にね、まあ、はい、俺寝てたら夢で厚美さんが出てきて、はい、あ、次任したかなって言われたんですよ。これ、ま、これマジバリで、すか、夢で。すごいですね。うん、いや、こういうのやりてえなとずっと思ってたんだよ、その、うん、ご存命の頃から。はいはいはい、はい、うん、まあすごいファンだったからさ。それはマスエミに変わるかもしれないですもんね、もしかしたら。いや、まあ、お前これも叩かれるぞ、俺がやったら。りょうさんはラサールさんとか、はい、香取慎吾さんとかやってもう何人かあれ薄まるけどさ、はいはいはい、昔千田光雄さんもやってんだけど、あの映画で、うん、だからお前渥美清さんを薄めるのは難しいだろう、お前。あ、何人かやってりゃいいよ、はいはいはい、ジェームスボンドみたいに、はい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 、うん、いや俺はやっぱりあのコネリーがいいなとかさ、はい、まあ、いろいろあるけどさ、はいはい、渥美さんだ、まずいだろ。一発目は確かにないですよね。でもなんかウクレレ英二さんが、うん、あの渥美清さんにそのお会いしたことがあるらしくて、あのウクレレ英二さん の, その師匠が、うん、あの江本明さ ん, ん、うん、そうだね、江本明さんの師匠が渥美清さんらしくて、うんうん、一回その渥美清さんが劇場にいらしたタイミングがあったらしくて、でご挨拶行く予定だったんですけど、うん、ウクレレ英二さん遅刻しちゃったらしくて、何やってんだよ、すいませんって頭下げてたら、その後にあの江本明さんも遅れてきたらしいですね。遅刻して、えだから渥美清さん待たせた2人で、しょうがねえな、すごいですよね。でも渥美さんってそういうのに見には来るけど、はい、開演直前できて、はい、開演後すぐ帰っちゃって聞いたよね、そういう挨拶、そういうのしないで、はい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 、あれとプライベート何にも見せなかったし、あ、うん、そういうね、そういうミステリアスな部分もいいよな。あ、うん、昔の芸能人の方ってそうっすもんね。今は結構 SNS で何でも明かしちゃいますけど、昔はちょっと分かんなかったっすね。分かんない、俺も喋りすぎだよ。だって俺も語らないこともいっぱいあるからな。はい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 、うん、一部分だけですよね。一部分で。だってお前、俺の謎とか結構あるだろう、だって。ありますね。おう、はい、おう、言う必要ねえけど。はい。おう。ありますね。安藤さんはいつ寝てるんだろうとか。ああ、寝ないや。おう。人前で寝ねえから。はい、寝ない、泣かないだから。結構、安藤さんでも、なんか、なんかのタイミングで、その、堀島さんちとかで飲んでるときに、うん、
あの、で今日はまあもうそのもう今日はじゃあちょっと遅いから泊まっていくっていう流れがあって、あで朝起きたら安藤さんの姿ないらしいですね。もう誰よりも早くないないないっていうことを聞きました。もう再び帰るよで寝起きってやっぱりさ、はい、リセットされてんから、はい、なんかすぐジョーク言えるか分かんないから、そういうのを見られたけどなんかそのだから本当にもう視聴者の方も謎に感じてるっぽいですね。あら、あの KO さんが、KO さんユンバ安藤って普段何食べているのだろう、全く想像がつかないって言ってました、ね、まあね、はい、うん、まあ、基本的には何だっていいからね。ああだって俺本当ね同じのばっか食ってるし、はい、あのどん兵衛年間400食ぐらい食ってた時期もあってまあでも1日1食以上、ね、どん兵衛とじゃあ1日1食じゃない、その毎日食ってる以上、ね、そんなもんだ、ね、はいはい、うん、あの通行く時あるし、はい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 、うん、まあ何でもいいんだ。春助雑魚さん、これが四谷の会でコメントいただいてますね、はいはい、ユン散歩劇場版2022年初夏開催予定、楽しみです、うん、ユンボ安藤の生き様を世間に見せつけてやりましょうこれさ、これユン散歩が、はい、何人見てると思ってるずいぶん狭い世間になっちゃうよお前まあでもそう言ってくれるのはぜひ来てくださいね。いやそうですね、はい、開催する際は、うん、まあ春助雑魚さん他にも、はい、ゴールドジムの前でマッチョポーズを取るユンボ安藤はかっこよすぎる、クリント・イーストウッドかと思ったっていうのもありますか。ああいいね、はい、マッチョ今新しいの何だっけ、マッチョなんとかな、クライマッチョ見てないクライマッチョ、はいはい、クライマッチョ見なきゃ俺も見てねえわ、はい、イーストウッド好きだわね、はいはいはい、なんか映画見たいなと思って困ったらイーストウッド見てないわ。あ面白いですねもう間違いないっていうかね、ありますね、あと普通にあと俺スタローンが好きだからさ、はい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 、うん、これも、四谷の会に、ポンポコポコポコさんからいただいてます、うん、新幹線の話、形の話ですね、確かに今の新幹線の形は売れないホストが履いている靴みたいでなんか嫌だあの頃流線橋長いな、はいはいはい、あの空洞部分が絶対多いだろうそうですね、あのホストの靴、はいはい、確かにあれみたいね、いやいや絶対ね、乗り物って形だからね、その性能もそうだけど、はいはいはい、やっぱ形が一番ナンバーワン、俺は重視するから。ああそうですね、うん、かっこよくないか、だってさなんか嫌だもんな、うん、まあただその流線形がかっこよく見える人もいるからあれだけど、はいはいはい、うん、まあ今日のね大阪の路面電車とかもああいうちょっとねザ電車みたいな感じで、うん、いい形ですもんね。いやいやいや本当かっこいいよ。うん、KO さんにちょっと怒られてますね。なんて？広田よ、安藤にもっと敬意を払いなさい。本当だよお前よ、はい。KO さんありがとうございます。でも、まあ、本当何なの広田、はい？でもあの KO さんでもこれ広田よ、安藤にもっと敬意を払いなさいって安藤って言ってる。これお前だよ待ちじゃないですか。これお前だよ待ちなんでね。よくあるよな。おい、先輩、俺たちの先輩なんだからお前、こいつのこと悪く言うなとかよくあるからな。で、お前だよお前。いや、KO さんはほら、はい、俺のことほらからかってんから。からかって遊んでるんだろ。そうなんですかね。もうからかってくださいよ。アンパンマンショップ行ったじゃないですか。あれについてのコメントも結構いただいてますね。あそう、はい、まあ人気あるからアンパンマンさんは、はい、私もコキンちゃん好きです。お声優の平野綾ちゃんも可愛いですよね。臨時休業で泣いちゃった安藤さん、さすがコキンちゃんファンですね。いや本当だよ、心配なんだよ。だから今コキンちゃんどうしてんのかなとか、臨時休業って。ああ、その春助雑魚さんも、うん、コキンちゃんってなんだよと思ったけど、うん、コキンちゃん好きになりそうだろ。はい、そうなんだよ。すごいですよコキンちゃん。石川佳代さん、はい、今回の散歩は安藤さんのアンパンマン愛が伝わりました、うん、大人がブランコに揺れてる姿にありがとう、次回も楽しみにしていますっていう、はい、ポンポコポコポコさん、うん、その唐突のブランコユンボ草っていうのもありますね。ブランコ、ずっとブランコ待ったからな、あれな、バカな女子大生が全然ブランコやめねえでよ。やめたかなと思ったら友達と変わったからな。そうですね、いいよタッチしてね。もうお前は翌日でいいだろうと思ったけどやっと会いたよ。
ブランコ楽しいかな。楽しいですよ。最近もうさ、ブランコと滑り台ぐらいしかないくてさ、公園に。ああ。俺本当は夜中行ってさ、はい、いろんなこんなぐるぐる回るのとかあんじゃん。ああいうの乗りてんだけど、今雨なくて全然ねえんだよ。あ、そうですね。もう見ないだろ。ブランコと、本当滑り台ぐらいだろ。はいはい。うん。鉄棒もあんまねえよ、だって。あ、そうっすね。うん。なんか、ちょっとそういうのに事故があった時ってビニールシートかかってる時もありましたね。あるあるね。あ、もう。まあ、危ねえもんはあるけどな。まあ、負けて覚えるみたいなのあるからな。はいはい、怪我してな。はいはいはい、はい。いやなかなか、まあそんな感じでコメントいただきました。皆さん、はい、どうもありがとうございます。また、もうね、どしどし入れてください。はい。お待ちしております。いろんななんか、悩み事の相談とか、質問とかあれば、うん、それほら、あと今回増えたじゃん、経営コンサルタントと、そうですね、広告代理店としての、ね、うん、インフォ動画できたから、インフォ動画できましたね、うん、まあ、何でもいいや、インボさんのつける芸名には定評がありますから、やっぱり、ほんで、俺、いいなと思うやつが大体やめちゃうんだよ、俺がつけて、アーレツモタロウとか、まあいいや、何でもいいんでね、ぜひ送ってください、はい、よろしくお願いします、いつもありがとうございます、ありがとうございます、まあ、手の挙げで、はい。まあ大塚主演歩いてきたんですけど、はい、最後に、はい、今日はですよ、まあ、29日っていうことは、はい、なんでなんで、苦肉祭の日ですよね、なんか花正の特売日じゃあ苦肉祭がね、はい、じゃあ4月29日じゃない、苦肉祭が大塚ドリームシアターね、こちらでまだ5月も29日ありますし、ぜひインサイドを見に来てください。もう早く北方ラーメン食べたいんで、ね、そうですね、すみません、雨の中、え、雨の中ありがとうございます、いや本当だよ、はい、十分だろうラーメン食うの、はい、じゃあな、皆さんありがとうございました、皆さんどうもありがとうございました、ありがとうございました、オッケー、センキュー、センキュー東京バリウス、ありがとうございました。